You fill up my fantasy.
和歌山原子林を未来へつなぐ会は今から10年前にですね、奈良県の主導でできた市民団体ですね。でこの森と、守る活動、県が主導しているところを、市民の力で協力していくという活動をしているのと、和歌山原子林を、どんな森なのかと、そして魅力をいろんな形で外部の方に、森出前授業に行ったりとかしながら、お伝えするっていう活動をしています。杉山さん自体はどうやってそこに携わるようになったんですか？実はですね、私は10年前に東京から移住してきました。あ、そうですね。そうなんです。子供ができて、子供がちょっと小学生に上がるタイミングで妻の実家に、だった奈良に行きまして、そこで子供に出会ってきた。もともとちょっと環境の仕事をしていたものですから、それもあってですね、ここでこの森歩いた時にですね、すごいこう、なんか、何ですかね、感動したというか、この森にこう、はまってしまったのか、それ以来ずっと、立ち回り続けるという感じで。だって、その自然林というやつも、例えば台風なんて、木が倒れたりするじゃないですか。そうなんです。で、もちろん今までも、この森の状態っていうのが、自宅手近くっていうわけではなくてですね、自宅手のこの森は、福田大使だったり、皆さんの健康のための森なので、ここに木が生えていることが大事です。なので、倒れた時にも、やっぱり木を入れて、植えて、この状態を維持する、そういうのがあるものなんです。かなりすごく面白い場所かなと思います。大事に大事にね。気軽に歩ける、すごく歩きやすい道があります。はい。それでは散策ハイキングに出かけましょう。今手元に散策用の地図があるんですが、東大寺や奈良公園、桂大社から見ますと、東側、緑のエリアがあります。春日山原子林、2つの山を囲むようにして、ぐるっと一周する道があるんですね。北西には若草山342メートルがあります。杉山さん、今回ご紹介いただくコースはどんなコースですか？今回はですね、気軽に歩いていただけるコースということで、春日山の遊歩道北口というところから入っていただいて、若草山の山頂まで、行くコースになります。山頂は気象の情報をお伝えします。青森県の外ヶ浜町と中通り町に大雨警報が出ました。青森県の外ヶ浜町、そして中通り町に大雨警報が出ました。今日の昼過ぎまで土砂災害に警戒をしてください。気象の情報でした。からりと晴れた秋の朝、千年以上大切に守られてきた鎮守の森を通り、若草山を目指すハイキングに出かけよう。大社の境内の一角から森へと続く遊歩道を歩きます。耳に清らかな水や川の水音が押し寄せ、木々や樫の木々が生い茂る林の中、緩やかな坂道を、紫色の紫色の実が鮮やかな、赤ゲラのドラミング。すぐに見えてきたのはオラの仏塔石。六角形の石柱の先端に穏やかな仏の顔が彫り出された石柱。見つかられたぞ。その先、遊歩道から水や川を眺めながら進むと、この岩の由来は謎に包まれている。
ていうのがツヤツヤしてるので、今紅葉樹、紅葉樹になっているんですけども、まあ昔から日本ぐらいの紅葉樹林が全体を覆っていたと言われているんですね。まあその中にはですね、実は春日大社だったり、東海大社関連の深い高地、ね、金といった、まあ、神事や武器にも使われていくような樹林も入っています。中にはこう落葉樹も間に入っていて、それから紅葉、まあ、11月後半ぐらいになると思うんですが、広葉もみじの美しい紅葉、濃い緑の中に紅葉が見えている、そんな風景があります。これからの毎週の時期も、すごい気が楽しみそうですね。赤ゲラのドラミングという表現がありましたけど、音聞こえてきました。昔から守られてきた森ということで、生き物がたくさんいるところなんですか？そうですね。野鳥だけがキツツキですとか、フクロウの仲間も、夜は歩いて声が聞こえたりします。夏はですね、夏鳥、キリタシとかオオルギ、それから南高潮なんかの声がよく聞こえて、もうね、野鳥、なかなか姿を見るのは難しいんですけれども、その耳で、野鳥を楽しむことではあるんです。南高潮、泣いてるんですか？そうです。夏になると南高潮がよく鳴いてまして、ピーピーホシホイホイホイですね。ちょっと、あ、今年も来てくれたんだって言って、とっても嬉しい気持ちになります。尻尾が青くて長くてね、高いですよね。そうですね、なかなか姿が見れないんで、僕一度しか見たことないんですけど、姿は、はい、鳴き声聞くだけでちょっと幸せな気分になります。はい、そうですね。哺乳類ではですね、